レスリングがオリンピックの競技から外されるのか残るのか、 IOC 国際オリンピック委員会の理事会が間もなく開かれ、その行方が決まります。レスリング存続が決まる IOC 理事会は明日に控え、今日も吉田選手は積極的なロビー活動に励みました。一足早くロシアに入った吉田沙保里選手は、理事会前日の28日も会場を歩き回り、レスリングのオリンピック存続をアピールしました。IOC は2020年夏のオリンピックで実施する残り1つの競技を決めるため、今回の理事会で8つの候補をまず3つ程度に絞り込むとみられます。今のところこの中にレスリングが含まれる可能性が高いとみられていて、結果は日本時間の明日未明に出る見込みです。東京の魅力いっぱいあるんだけれども、おもてなしがあるんだよね。思いやりがあるでしょ。もちろんそれは治安が良いということにもなるんだけれども、そういう良さを。一方、猪瀬東京都知事も30日に予定されている2020年のオリンピック招致に向けた IOC へのプレゼンテーションに出席するため現地入りしました。